Hi everyone, welcome back to our channel. 皆さんこんにちは。ご視聴ありがとうございます。今回はですね、私が過去に海外の出会い系アプリの実態、本当にあった怖い話っていうのをあげたんですが、その動画をですね、たくさんの方に見ていただいてるなと思ったので、まあ、皆さん興味があるんだなと私も感じたので、それ関連のお話を今回はしていこうと思うんですが、今回はですね、私が出会った人の中でもうちょっと引いてしまったというかびっくりしたお話っていうのを皆さんとシェアさせていただこうと思いますので、よかったら最後まで見ていってください。 Let's start。 私はですね、2019年9月にワーホリでカナダに行きまして、まあ、カナダに行ったもう次の月か10月ぐらいに出会い系アプリを登録をして、マシュとは11月の末に出会いました。マシュの前に7人の方と会いました。はい、でその中でですね、すごく私の中でも結構まあ、ドン引きをしたというか、まあ、ちょっと引いてしまった方がいらっしゃったので、その方のお話をさせていただこうと思うんですが、その方はインド出身の方だったんですね。で、まあ、こっちにインド出身でカナダに移民をしてきてビジネスをやっているっていうような方でした。私とその人はまあメッセージを何とか繰り返して、でそしたらなんか向こうも日本語を学びたい、で私は英語を学びたい、あじゃ あ, ラゲージエクスチェンジできるねっていうことで、まあ、会うことになったんですね。その頃は私もテスト期間前だったので、学校の友人と図書館で一緒に勉強し会うまでしてたんですね。で6時か夕方の6時ぐらいに会いましょうってなってて、まあどんどん時間が迫ってきて、あ、そろそろだね、そろそろだねって友達と、まあ、言ってたりしてたんですよ。で、そしたら、まあ、ごめん、遅れるって言われて、え、どれぐらい遅れるのって言って、そしたら1時間ぐらい遅れちゃうって言われて、え？で、ちょっと、その時点で、いや、じゃあもう、会わんでよくないみたいになったんですけど、そしたらその人は、どうしても会いたいっていうことで、ごめんだけど、待ってくれないって言われたので、まあまあまあ、じゃあ待つかと思って、まあどうせ勉強もしないといけないし、待つかってなったんですよ。で、1時間待ったんですね。そしたらまた連絡が来て、ごめん、ちょっと仕事が立て込んでて遅れるみたいな感じやったんですよ。で、まあもう、じゃあ今日いいんじゃないって言って、言ったんですけど、またいやどうしても本当にどうしても会いたいみたいなことを言われて、もうしゃあないなと思って、で友達はまだ勉強をするっていうことだったんで、私もじゃあまあいっかと思って、どうせまだ勉強するし待つかと思って待ってたんですよ。でまあ2時間後ですね、もともと6時集合だったのが8時になって、でそのまあ元々の集合時間の2時間後にようやく会うことになったんですよ。で、友達にバイバーイって言って、バンクーバーのダウンタウンの図書館のすぐ近くにあるスタバ集合やったんですけど、まあ、その時ですよね、こう、はーいって来られて、はーいみたいな感じで来られて、はーいって言って、まあ、その時まず、私がちょっと許せなかったというか、許せなかったのは、2時間遅れてきてごめんねっていうのがあんまりなかったんですよ。なんか普通にはーいって言って、まあ、ソーリーみたいな感じで軽くソーリーって言われて、いやいやいや、え？それだけ？って私は思ったんですよ。でまあその会った時にも、まあ、ちょっと違和感は感じてたんですよ。片手になんか水筒かタンブラーかなんか持ってはーいみたいな、すっごいなんか人を待たせてた感なく、わびびれる様子も何もなく、のんきにやってきたっていう感じやったんですね。でもその時点で私もちょっと、うんって思ってたんですけど、いざスタバに入店をしたら、もうすぐさまその人席座ったんですよ。その時ちょっと混んでたんで、あー席取りしてんのかなって私は思ったんですね。ただ、待っても待っても立つ様子がなかったんですよ。あれ？と思って、まあ、そのよくスタバってタンブラーとか持っていくと、そこの中身だけ飲み物だけ買って入れてもらうっていう人たくさんいるので、そういう人かなって思ってたんですけど、そしたらまさかの、あれ飲み物買わないのって聞いたんですよ。でそしたら、いや僕いらないいらない、持ってきてるから、僕自分のティー持ってきてるから家で準備してきたんよ。で私その時、いやいやいや、ちょっと待ってよと思って、
あんた自分のティー準備する時間あったんならもっと早く来いよってちょっと思っちゃったんですね。もうその時点ではもうこの人ちょっと無理って思ってたんですけど、で挙句の果て、まあ、私もちょっとそれはね、あの考え方がもしかしたらって思われる方もいると思うんですが、まあ、今まで私が会ってきた中で、そのやっぱり最初の初めて会う時のドリンクとかって結構もうみんなスムーズに、あ、今日は僕が払うよみたいな感じで買ってくれてたっていうのもあって、私もちょっとそれを期待してしまってた部分もあったんですね。で、まあ、今回は特になんですけど、2時間も待ってあげてたんですよ。待ってあげて、なのに悪びれた様子もなく、私が逆の立場だったら絶対に、あ、ごめん、本当にごめんね、今日って飲み物何でも好きなのおごるから何でも言ってって私やったら言うんですけど、まあ、そういうのも一切なく、あ、で私がじゃあ、え、飲み物買ってくるわって言ったら、うん、go ahead って言われたんですよ。どうぞどうぞみたいな、行って行ってみたいな感じやったんですね。へーと思って、マジかと思って、もう買い物、そのドリンクを買いに行ってる間もちょっともう私もイライラしちゃって、何この人と思って、で、まあ、いざ飲み物を買って席に座ってお話が始まりますっていう時も、やたらと、まあ、あの声がまだ小さかったんですよ。もうはぁっていう、もうこっち英語もまだ本当に聞き慣れて、耳がまだ慣れてない状態の頃に会ってるので、もう何言ってるかもわからないし、もうボソ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 言うんで、はぁと思って、ちょっとはっきりもう喋ってよと思ってたんですけど、まあそれはさすがにね、初対面だったら私もちょっと大きい声で喋ってよみたいなのは強くは言わなかったんですけど、まあ内心でもそういうのもすごいイライラしてて、いざ話し始めたら、まあこっちからこう話題を振ってあげないといけないっていう状態だったんですね、ずっと。もうこっちも英語がまだ全然できないのに、なんでこんなに私がこの人のために頑張ってあげないといけないのっていうのですっごいイライラしてたんですね。話してる時、声小さいわ、こっちから話題振らないといけないわ。で、いざなんか向こうから質問されたんですよ。今何してるのって。あ、いや、私ワホリで来たんだけど、ちょっと学生生活楽しみたいから学校行ってる間は仕事しないって決めてるのっていう話をしたら、なんかそこからなんか自分がどういうビジネスをしてるかみたいな、自分の友人、なんか友人と不動産関係の仕事をしていて、でもう僕すっごい稼ぐからマンションバンクーバーに2個持ってんだよねみたいな金持ち地盤が次始まったんですよ。いや、だったらティーぐらいスタバで買えよっていう私は思っちゃったんですよ。なーにこの人、自分のなんかお金持ち自慢みたいなのをペラ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 喋るくせに、ティーは家から持ってくるわ、それだったらじゃあちょっとお詫びのに私にドリンクおごってくれてもいいやんって思ったりとか、もうほんといろんなものが重なって、で結局まあ話して1時間ぐらい経った時に、私ももうちょっとか、もう面白くないから変えたいなと思って、帰りたいなっていうのを結構ちょいちょいこう出してたんですよ。あ、ちょっとノースバーに私住んでるから遠いからみたいなのをちょいちょい出してたんですけど、それも全然もうなんか気にかけてくれない、まあ、私もね、あの時言えばよ、今ならね言えるんですけど、あの時言えばよかったなって今では思うんですけど、まあ、話も面白くないし、お金持ち自慢ばっかしてくるし、なんでこの人のために私こんな時間割いてんだろう、テスト前にと思って、本当もうずっとイライラしてて、で、まあ、最終的にようやくバイバイって言えたのがその2時間後やったんですよ。もう2時間スタバでずっと喋ってて、まあ、ポジティブに考えれば私は英語を話す機会が与えられてたんで、まあ、英語を使う時間はあったんですけど、ただでも本当に面白くなくって、こんなんやったら帰った方がマシやなってすごい後悔をしてて、まあ、家に帰った後かな、途中か忘れたんですけど、まあ、メッセージが来て、今日は本当ありがとう、楽しかったみたいな、あそこは結構ポライトな感じで返してくるんだなと思ったんですけど、でその後にまた僕美味しいイタリアンのお店知ってるから連れてってあげるって言われて、いやーちょっともうごめんだわと思って、ちょっとあなたともう一度会うっていう気持ちに、まあ、なれないと思ったので、まあ、ごめんね、ちょっとさテストで忙しいからって言って、
まあ、それで伸ばしてってしてたら連絡来なくはなったんですけど、もうね、そんなさ、イタリアンとか言われて、で結局行ったら自分で払ってって言われたりとかして、もう値段のね感じもわからないのに勝手なところ連れて行かれても困るなと思ったので、もうその人会わないって決めて、もう1回でその人とは終わったんですけど、はい、という感じでですね、本当に日本人でも本当にいろんな性格の人だったりとか、いろんな価値観を持った人がいるので、海外もやっぱり同じようにすごいいろんな人がいるので、やっぱりメッセージだけじゃわからないこともあるので、実際に会うっていうのは大事だとは思うんですが、過去の動画でもお伝えをしたようにですね、ノーって言えない人、本当にアプリはおすすめできないです。力ずくで来られた時に対応ができないかもしれないので、いくらノーが言えると、私ノーが言えるからと思っても自信過剰になるのではなくって、もしかしたら何かされるかもしれないっていう、その気を常に張っておくっていうのはすごい大事なことだと思うので、皆さん安全にですね、出会い系アプリを使えるように気をつけて、国際恋愛とか、まあ、国際恋愛じゃなくても日本の出会い系サイトも同じだと思うんですけれども、常にもうちゃんと嫌なことは嫌、日本人に対しても嫌なことは嫌、怖かったら怖い、もう帰りたいなら帰りたい、もうそういうふうに意思表示をしっかり持つことと、もしこうなったらどうしようっていうのを常に頭の中で想像しながら会う方がいいかと思います。はい、では最後まで見ていただきましてありがとうございました。何かの参考になっていると嬉しいです。 Thank you for watching. See you in the next video. Bye. Swear that this room has been running out of air, and now it's starting to spin. You make me feel